1983年の近鉄バファローズでは、1983年の近鉄バファローズの動向をまとめる。この年の近鉄バファローズは、関口清次監督の2年目のシーズンである。また、日本生命球場をメインの本拠地とした最後のシーズンである。この年からパリーグは11年ぶりに1シーズン制に戻ったが2ートのゲーム差が5ゲームある場合は、 プレーオフを開催のルールが盛り込まれた。関口監督の1年目を3位で終えたチームは優勝候補に挙げられたが、前年優勝の西部が開幕から独走すると、阪急や日本ハムなどが追いかける展開が続いた。打撃陣ではこの年から大石大二郎が一番を打ち、栗橋茂や羽田孝一もそれなりの成績を収めたが、 前年限りで引退した佐々木京介の穴を埋めることはできなかった。投手陣では、V2 にメンバーの鈴木啓治、柳田豊がローテーションを守って奮闘し、谷博明も台頭するなど明るい話題はあったが、ベテランの大田浩二が巨人へ、井本隆がヤクルトへそれぞれトレードで移籍した影響もあり、先発陣も弱体化し、チーム防御率が4.49のリーグ4位に転落。 当打もに、誤算の続いたチームは8月以降難回を抜き4位に、浮上するのがやっとで、最終的に西部に29ゲーム以上、2位の阪急に12ゲームも、付けられ関口監督は責任を取って辞任した。対戦成績では最下位のロッテに16勝6敗4分と大きく勝ち越したが、逆に優勝の西部には5勝19敗2分と大きく、 負け越しセーブ V2 のアシスト役となってしまった。ありがとうございます。